イアツネコ社は神奈川県ザマ市にあるザマ神社の境内社。2012年8月に創建された全国でも珍しいペットたちのための唯一の神社。その名称より犬猫専用の神社という印象を受けざるを得ないがすべての愛しい生き物たちをお守りするための社である。創建当初、イアツネコ神社と表記されていたが、2013年夏頃、 現在の表記に改まられる。専用の鳥居をくぐり、山蔵の右に犬、左に猫の石座像が向かい合って配され、正面に台座を含め人の背丈ほどの高さの社殿が設置されている。社殿の内部には円形の小さな鏡が祀られている。また、社殿の右側に開古神社が併設されている。開古神社は、かつて畜産や養産が盛んな頃、 当社の境内に家畜などを薬病から守護するため設けられた。いつしか時代が変遷し、現代では犬や猫などのペットを家族の一員とし愛情を注ぐようになったため、カ古神社の形を変えて新たにイヤツネコ社を創建した。案内版ではカ古神社の別名をイヤツネコ社としている。カ古神社は現在のイヤツネコ社の創建以降に、 ザマ神社境内のヨセミアより転写されている。なお、当神社にはペット同伴で参拝可能である。犬や猫などは神道では不条の存在とされ、本来は神社敷地内には立ち入れないのが原則であった。広く動物の健康を祈願してきたカイコ神社はすでに廃れていたが、イーやツネコ社総研の3年ほど前、子犬を抱えた若い女性のザマ神社への参拝時の言葉、 ここには動物を守ってくれる神様がいるんですよね。この子の健康を願いに来ましたを受けたことをきっかけに、寄ミヤにあったカイコ神社を参拝客にとって、よりわかりやすく、より親しみやすい名前にしようと検討し、今に至る。カイコ神社の祭神でもある。捕食人の死体の頭より、牛馬、眉より、カイコを生じる。大切なペットの健康長寿、無病息災。 商病兵誘、海運少福、邪気払い。境内にある犬、猫像を手のひらでさすると願いが叶えられる。ありがとうございます。